こんにちは小林ですよく相続税対策の物件買う時に、まあ、銀行さんだとか税理士さんだとか不動産業者さん、まあ、いろんな方に相談すると思うんです。まあ皆さん相続対策の専門家と言われるものですよね。まあ僕らなんかも不動産業者の一つなんですけどもそれぞれに聞いたり状況を聞くとですね、まあ、銀行さんに聞いてみると。 資産価値のある不動産を買いましょうなんていうふうに言われたりします、まあ。担保的価値のところを結構重視されたりしますよね。で、税理士さんに聞いたりすると、相続税圧縮効果のある不動産。不動産業者に聞いたりすると、利回りの高い物件がいい物件ですよみたいな話があります。 まあそれぞれに単独に聞いちゃうと、まあ、混乱しちゃってどうすればいいのか分かんないなんていうふうになっちゃいますよね。で結局よく分かんないから放置したっていうこともまあまああるわけです。そうするとまあ結局何もしなかった女さんは多額の相続税を納めるために先祖伝来の土地を売却しなければならなくなったなんてことはあるわけですね。悲しい。 えっと、まあ、ちょっと小話から入ったんですけども、自己紹介をさせていただきます。名前を小林正宏と申します。えー、っと、昭和47年11月7日生まれ、もうすぐで50歳になるところですね。で、神奈川県の東院高校で、早稲田の法学部で、その後、よくあるパターンで司法試験を受験したんだけども、挫折しちゃったという経歴ですね。 でその後、どうしようのかなこの人生というところで、えー、土地家屋査士事務所に入りましてそこで3年ほど修行させてもらいましたただまあ、あ,あそこでやってるうちに相続自身の仕事の方が面白くなってきてしまってで不動産会社である c f 熱に転職したっていうような形になりますでそこで10年ほど相続対策について携わらせてもらった後に 平成27年にその相続対策の専門会社である株式会社鎌倉官邸という形であの、まあ、一応別会社にしてもらったというような形ですねで家族としては3人で中国籍の奥様あとまだ小学校5年生の娘がおりますで資格としては先ほど申し上げたように土地家屋調査士事務所にいた関係もあり土地家屋調査士の資格 で今も一応、開業の登録はしているので、建物の登記とかは細々とやったりしています。あと、不動産の証券化マスターだとか、不動産のコンサルティングマスター、タッチェン、家族信託専門士あと趣味の資格として、第二種電気工事士っていうのを持ってたりします。これはまあ、自分で DIY でいろいろやるのが好きなので、えー、電気もいじるために取った資格ですね。あと、CPM、ホームインスペクター、 す。で書籍についてはなんですけどもねあの教著なんですけども「損しない相続」と最新書のものを書かせてもらっております。で、えー、と本セミナーの目的としてはですね、まあ、地主さんの方たちが相続税対策を買っていくにあたって、まあ、どうしてもお、まあ、いわゆる専門家の方 の言われるがまままに買ってしまっててししし失敗しちゃうと結構取り返しのつかないことにななっちゃうわけですよねなのでそうならないために不動産による相続税圧縮の、まあ、原理ですよねそこのところを理解しておいていただいてある程度ご自身で計算できるようになっておいていただくとかそうするとまあそんな変なことはしないで済むのかなというふうに思ったりします。でまずはあの一番最初の相続税の計算からお話しします。 まあよくあるお話ですねあの。相続税支払えるのかなというようなことがあります。例えば山本さん75歳で資産が6000万円で配偶者あり、まあ、奥さんがいてで子供が2人いるというような場合、まあ、そこそこ財産あるから相続税心配なんだけどというようなお話があったりするんですよね。でまあ、基本的にはですねあの資産6000万円丸々にお金がかかる。 相続税がかかるわけではなくて、基礎控除を引いたその残り,のつい残りについてだけ課税されるので実はそんなに不安になることはなかったりします。6,000万円ぐらいの資産の場合には基礎控除は4,800万円この基礎控除っていうのは3,000万プラス相続人の数 ×600 万円なので子どもが2人に配偶者が1人だったら。 ああ三かける六百プラス三千まで四千八百万円という,う形になりますね。なので、えー、課税対象は千二百万円ここだけになるわけなんですよ。でこれで実際いくらになるのかということなんですけども、まあ計算方法をご説明してもいいんですけどもつまんないですしあのあんまり、えー、まあ眠くなっちゃうと思いますので、まあ、国税庁の資料をご覧くださいというふうにもう投げてしまいます。 気になる方はこの相続税のあらましとかいうキーワードでググっていただければ国税庁のわかりやすい資料が出てきますので見てみてくださいで今回はですねまあ計算だけできるようにしておきましょうというようなお話ですで何も手計算でやる必要はないのであと手,手計算でやるのはちょっとめんどくさいんですよねいろいろ資料を見ながらとかやらないといけないので アプリをご用意させていただいております。で試しにこれで計算をしてみてくださいというのがあります。ここの QR コードをスマホで読んでいただくか、それかこの下のアドレスに行っていただくか、で概要欄のリンクの方に相続ツールクラブのリンクはありますので、そこから入っていただいても結構です。 それで、えー、ちょっと計算してみていただければと思います。それやるためにはですね、どうですか、ね、ちょっとリンク行っていただくと、こういう画面が出てくると思うんですけども、相続税額と実行税率の資産というものですね。で、この純資産価額 配偶者の,むこ,の数この3箇所だけですね入力していただくのはで純資産っていうのはプラスの財産からマイナスの財産を引いていただいた金額だから例えば2億円の財産があって借金が1億円があればあの差額の1億円を入力していただくというような形ですねで今回山本さんの事例ではその純資産が6000万円というようなことなので 6000万円というふうに入力してみてください。で、あと配偶者のありなし。で、この数。で、押して入力していただく。まあ、順調に見られている方だったらもう簡単に出てるかなというふうに思うんですけども。 それで計算って押すとですね、こんな風に出てくるわけですよ。あの、出てくるのが配偶者控除前の相続税額120万円、法定相続割合による相続税額が60万円、で、実行税率が1%という風に出ております。これどういうことかというと、あの、ご存知の方も多いと思うんですけども、あの配偶者が相続をすると、法定相続、 もしくは1億6千万円までは無税になるというような配偶者の控除がありますね。で、今回の場合には配偶者が半分、法定相続割合なので半分相続した場合なので120万円のうち本来配偶者の負担する分はその半分の60万円なのでその60万円については相続税はかからないというような内容での計算になります。そうすると 実際にこの相続で負担するのが60万円というような形になるわけですね。で、その60万円が全体に対してどれだけの税率になるかというと最初6000万円が相、相資産でしたよね。だからその相資産に対して1%の金額60万円が相続税額というような形になるわけです。だからまあ案外そんなものかなというふうに思ったりすると思います。 でこの下のグラフなんですけどもこれはですねあのこの財産が今6000万円で計算しましたけどこれが6000万円が例えば8000万だったら相続税がいくらになるのか逆にどれぐらいになったら相続税がゼロになるのかっていうようなところをまあ示すようなグラフになります。今現状 赤いポチがついているところが現状のところですよね。で、この相続税というのは、この法定相続割合で相続するっていうふうに決めてしまった場合はですね、あの、総資産と相続人の数である程度グラフにできるものなので、その、それをグラフにしているものになります。で、えー、例えばこれ、今現状で6000万で60万円となってますけども、 8000万円のところを見ていただくと170万円ぐらいですかねになるなとかああいうふうに見えるわけですよねこういうのを見ながらあの、まあ、実際に増えた場合というよりかは相続税対策を見るような時にこのグラフを見るわけです逆に逆にというかあの子供今2人で計算しましたけども養子を1人取った場合 子どもを3人にした場合にはどうなるのかというような計算もこれでできることになりますよね。ただまあ孫を養子にしたような場合の2割加算とかはこれには含まれてないのでその点はご容赦ください。まあ、基本的に大体どれぐらいになるのかなというふうな目安を知るためのものというふうに思っていただければと思います。で今のがまあ相続税の一般的なお話。 で、よく言われる、不動産を買うと相続税の圧縮になるっていうんだけども、それどうしてなのっていうところのお話になります。相続税圧縮の原理。不動産による相続税評価額圧縮の原理。で、ここ今赤文字で評価額と出てますけども、これ相続税額じゃなくて評価額の圧縮っていうところに気をつけておいてください。 不動産相続税の評価の圧縮にあたって3つの段階を経て相続税の評価が下がっていきます。これ一番上の赤と青のところがあるんですけども一番上の方に地球マークと家のマークがありますよね。これどういうことかっていうと地球マークのところが土地地旗のお話ですね敷地の評価の圧縮の話で建物のところは建物の評価の圧縮の話になります。 で、それぞれ、あの、評価の圧縮の具合がちょっと異なってくるので、こういうふうに分けて、え検証するようにしています。で、一番上が市場価格。まあ、実際に売買される金額ですよね。で、それに対して、相続税の評価はどうなるのかということになるんですけども、土地についてはですね、大体8割、8掛けぐらいの価格にはなるっていう形になります。もっと下がることも多いですよね。 特にあの都市部の方が相続税評価の方が時価よりもより低くなりがちになります田舎の方になると相続税評価と時価が一緒か下手すると相続税評価の方が高くなってしまう場合もありますのでちょっとそこら辺はあのー、買う物件について気をつけないといけないかなと思いますでたで建物についてはです、ね、市場価格が100%とすると、まあ、不動産に直る 直すことっていうか、変えることで、まあたい評価半分ぐらいにはなっちゃうかなっていうような印象でおります。で、今度また次の段階に行きますね。今のが実際の価格と相続税評価との乖離による評価圧縮になります。市場価格と相続税評価との乖離ですよね。その評価の圧縮になります。で、その下がですね、貸し屋、貸し建て付け地による相続税評価の圧縮。 なので、これは、自宅については、この圧縮はありません。人に貸していたりする場合に圧縮されるものになります。なので、アパートを買ったような場合には、その家っていうのは貸し屋になってで、その土地については貸し屋。建て付け地という土地になるわけです。そうすると、土地についてはさらに八掛けになって、でえー、建物についてはさらに七掛けになるという形になります。 第3段階その次の段階になると小規模宅地の特例による土地相続税評価の圧縮というような形になりますこれは建物については適用されません土地については最大で半分の評価になるわけですでは順を追って説明していきます実際の価格と相続税評価との乖離による評価圧縮第1段階のところですね これどういうことかっていうと、1億円の現金の相続税評価。これはプラス1億円の相続税評価ですよね、当然ね。で、1億円の借金っていうのもマイナス1億円の相続税評価。で、1億円の上場株式。これも、まあたいプラス1億円の相続税評価になるっていうのはわかると思います。ただですね、1億円で買った不動産。これがプラス1億円の相続税評価になるかっていうと、 全然違ううとい実う際うにじゃあその乖離ってどれぐらいあるのというようなお話なんですけどもそれを検証するためには不動産の相続税評価の方法についてご説明させていただきますで土地の評価方法については路線化方式、ま、さもしくは倍率方式というような形になります で路線化方式っていうのは、まああのー、普通の都市部の宅地の評価の仕方っていうような形で倍率方式っていうのは、まあ、田舎の土地っていうような印象ですかねなので通常相続税対策で買うような物件の場合に倍率方式の場所を買うことはまあほとんどないので路線化方式での計算になりますで建物の評価方法は全部倍率方式になっておりますこの倍率方式っていうのは何 っていうのは何かというと固定資産税評価額の何倍というような形になるわけです。で上の土地の場合の倍率方式の場合にはその地域地域によって固定資産税評価額の何倍っていうのは決められているんですけれども建物については全国一律で1倍というような形になっております。なのでまあ固定資産税評価額そのものが建物の評価額になるというような形になるわけですね。 で土地の評価についてなんですけども、まあ、いくつかあの評価基準というのがあの、まあ、公から出されております。でその一つが工事価格というもの一般的には、まあ、一般の人に、えー、取引価格の目安を示すために工事されているものになりますで相続税評価というのは相続税および贈与税の課税のための評価になっておりまして で工事価格の大体8割ぐらいが相続税評価になるように設定されております。なので、まあ、工事価格が本当、まあ、時価とした場合には、まあ、相続税評価は2割引きになるという形になりますね。なので、もう2割引きになるということについて国の方はもう大っぴらに認めてるというような形になるわけですね。 で建物の評価についてはなんですけどねこれが小手知さんで評価っていうふうに申し上げたんですけどもこの評価っても意外に面倒くさくて実際にやるのはですねこういうふうに建物ができた後にその役者の人が現地調査をしてで壁の量だとかなんとかあとまあ設計図書とかも預からしてくれなんていうふうに言われますよね。 でそこら辺を見ながら一個一個計算していくものなんですよねなので実際に出てみないことにはわからないっていうのが本度のところですで経年によってこれぐらい下がるっていうのも一応設定されております で実際に設定してもらわないとわからないっていうふうになるとですねあのとってもシミュレーションとかしにくいっていうところがあるので僕らはこんな表を使ってますこれ何かというとですね登記実務上の建物の評価のものになりましてこれは東京法務局のものなんですけどもその法務局の管轄ごとにこの表っていうのが定められておりましてですね 例えば、これ木造の共同住宅だったりすると10万円。これ1平米あたり10万円とかなってくるんですよね。で、軽量鉄骨だったら10万4千円。で、鉄骨だったら11万6千円。鉄筋コンクリートだったら14万3千円というふうに定められているわけです。へえーっていう感じだと思うんですけども、この金額っていうのはどうなのか、どうなのかって言われてもって感じですね。 実際の価格と比べてどうなのかということなんですけれどもこれは今年の3月に建築の見積もりをした時の見積もり書になりますこの時の見積もりが総額で5977万円ですねただこれのさっきの表による評価になるとアパートなので 共同住宅の木造なので、十万円かける百六十二平米。なので、千六百二十一万円の相続税評価額にしかならないというような形になるわけですね。まああのー、実際にできてから、役所の人が来るんで、もちろん、ちょっとはずれがあるんですけど、まあまあ、これぐらいの感じという感じです。そうすると、五千九百七十七万円で建てた建物が、千六百二十一万円の相続税評価にしかならない。 そうすると4356万円の相続税の評価を圧縮できるというような話になるわけです。でまあちょっとここで横道なんですけども、まあ、借金するから相続税対策になるっていうようなふうに思われている方いらっしゃいますよね。まあ合ってるっちゃ合ってるんだけど間違ってるとの間違ってるというかあのちょっと違うところあるんですよね。というのがですね 例えば、借金1億円するとした場合に、マイナス1億円になるわけですよね。なので、マイナス1億円になるんだから、あのー、その分、借金が増えて相続税の評価下がるんじゃねえか。っていうことですよね。まあ、そりゃそうなんですけども、同時にその借金をただ寝かしていた場合、今度はプラスの1億円っていうのが出てくるわけですよね。 そうすると、プラスマイナスゼロなわけなんですよ。なので、借金自身、相続税の評価を下げる効力はないというような形になりますよね。ただですね、この現金を現金のままで置いておかなくて不動産を購入した場合には、さっき見たように不動産の評価というのは下がるので、その分、 評価の圧縮ができるるという,ような形になるわけですで。この借金して相続税相続対策物件を買うっていうような意味なんですけども例えばよくあるのが地主さんとかで現金は1,000万しかないんだけども土地はいっぱいあるというような場合そういう場合って現金だけでやろうとしたら そうするとまあ1000万円の相続税1000万円の物件で圧縮しようとしたらまあ500万円ぐらい圧縮できるかなというような話で500万円しか圧縮できないわけですよそうするとまあ土地他の土地が例えば3億円とかあったら、まあ、あんまり効力ないわけですよねだったらこの3億円の土地を担保にして使うことによってもうちょっと大きな借り入れをして 相続の評価の圧縮をもっとできる。例えば2億円借りたら1億円の評価の圧縮ができるわけなんで、そういうことで、あのー、借金の意味があるというような形になります。あとですね、まあ、現金が1 0まあもうちょっと、例えば現金が1億円、1億円あって、資産が5億円ぐらいあってというような場合で、この1億円使って相続税対策をやっちゃうっていうのも、まあいい、 あんまりいいと思わないですね、やっぱり。というのがですね、その納税資金を準備しとかないといけない,いけないということもあるじゃないですか。だからなるべくこの1億円を納税資金として保った中で、で、借金して買った方がいいっていう場合もあるんですよね。というのがですね、あの、不動産購入のために借りたお金っていうのは、利子が経費になるんで、まだいいんですけども、例えば1億円使っちゃって、 不動産にしちゃってで相続税の納税のためにお金借りるっていうのも、まあ、担保がありゃできないことはないんですけどもその場合のお金っていうのは経費にならないので利子がまあどうせだったらあの経費になる形で、えー、借金した方がいいんじゃないかというようなことになるわけですね。だだからあの借金が怖いというととととうころだけでやるとちょっと逆に まずいことになっちゃう場合もあるかなということがあるので、借金も使い方を考えないといけないというふうに思ったりするわけです。で、トータルで見るとこんな流れになってる。で、次にお話しするのは2番目。貸社、貸し屋て付け地による相続税評価の圧縮のお話です。例えば、時価9000万円。 建建物物物のの評価がががが9000 9000 9000円、土地が万円、建物が万円土地件があったとします、まあそれを相続税評価に直した場合には土地については大体8垣ぐらいで7000万ぐらい7000万円ぐらい建物については3分の1ぐらいで3000万円ぐらいになるとしますそうすると、まあ、その段階で8000万円ぐらい相続税の評価の圧縮になっているわけですねでこれをさらに まあアパートとして人に貸しているような場合、こんな風に価値が下がっていくような形になります。価値というか評価ですね。で、まず建物の方からご説明します。建物についてなんですけども、人に貸した場合には、大家さんの権利、貸し屋の権利、あと、それを使っているアパートの入居者さんの権利、借家権、 借りてる人の権利っていうふうに分かれるわけですねで借りてる人の権利っていうのは全国一律で30%っていうふうに決まってるんですねなので3000万のうち 30%900 万円についてはこの入居者の方に権利を取られてしまうまあ逆に評価が落ちるっていうような形になるわけですオーナーさんからすればじゃあ土地についてはどうなのかっていって 土地についても同じようなことが言えまして土地についても使う権利と、まあ、オーナーとしての権利っていうのがありましてそれ使う人の権利が借地権、まあ、さっきの建物と比べてこの土地っていうのは人に貸してしまったら、まあ、なかなか戻ってこない権利っていうかあの借地の権利っていうのは強いので借家、えー、権より評価が高く設定されています。 で、借地権使う権利が70%。この70%っていうのはその地域ごとに違います。路線数で読み,読み取ることができます。で、70%使う人に持ってかれるといっても、このアパートの場合には自分の土地の上に自分の建物を建ててるんで、ままるまるそのアパートの入居者に権利を取られてるわけじゃないですよね。借地権70%のうち、 さっき見た借家権の30%分だけ取られているというような形になるわけですその残りがオーナーのところに残っている権利ですよねそうすると底地権それと貸借権それトータルで合わせて計算すると土地については100%からトから 借地権の 70%× 借,借家権の 30%21% を引いた79%の評価になるというような形になりますなので7000万円 ×79% で5530万円が土地の評価になるということになりますよねで建物については3000万円 ×70% で2100万円 なのでオーナーのところに残る権利っていうのが7630万円というような形になるわけですだからもともと実家が1億8000万円のものが不動産に変えることによって1億円になってそれを人にアパートとして貸すことによってその大体2割ぐらい引かれて7630万円になるっていうようなイメージになりますだからまあ大体貸し屋貸し屋建付け地による評価源としては 鉢掛けというふうに思っていただければと思います。で、最後、小規模宅地の特例による土地相続税評価の圧縮というような形になります。これは建物については適用されないで、えー、土地についてだけ適用されるものになります。で、この特例は何かというとですね、相続税を支払うために自宅を売却するだとか、 事業を継続できなくなっちゃうだとかそうなっちゃうと結構かわいそうじゃないですか生活に困るさすがにそれはかわいそうだろうというような話でこのような土地については相続税評価を下げてくれる制度になりますまあ,あのよく使うものを抜粋するとですねこういうものがあります自宅の敷地については平米まで80引きただし適用要件が厳しいんですね。 その本当に自宅として使う必要のある人っていうのがあの基本的な条件になります、まあ、配偶者の場合にはもうちょっと要件緩くなるんですけどもで賃貸物件の敷地については200平米まで50%引きこっちは適用要件は緩いです、まあ、誰が相続しても適用されるというような形になるわけですでこの適用関係なんですけども例えば 同じ路線化のところに自宅と賃貸物件があるような場合自宅の面積が500平米だとそのうち330平米に適用できるので330平米 ×20 万円 ×80% そうすると5280万円評価が下がるというような形になるわけですで賃貸物件で同じ土地の場合には 200平米20万円50、まあ、厳密に言うとこの20万円かける貸し当たりの地の部分があるんでちょっと減るんですけどもここはまあ分かりやすくするために20万円そのままで計算していますかける50%で2000万円だから同じ土地であってもこんだけあの評価の下がる割合が減るわけなんですよね減るっていうかああの違うわけですよね ただまあ、意外に地主さんが相続税対策で物件買うときには、自宅よりももっと都市部、路線化の高いところで買うことが多いので、こういうようなあの違いがあっても、新しく買った物件について、えー、適用することの方が多いです。あというのがですねあの、この評価源という制度、再現なく使えるわけじゃなくて、まあ、自宅に100% 使う時には平米まで,で賃貸物件にフルで使う時には200平米まで,までというふうに決まっているんですよ。で例えばあの自宅に半分使っている場合自宅に330平米の半分165平米使っちゃってるような場合には残り50%賃貸物件について、えー、200平米の50%ン100平米だけ使えるというような形になるわけですね。なので意外ににどういういう使って たら一番効率的なななののかかかといいうのは一個一個計算ししてみないと分からなかったりしますどちらに適用した方が得かは、まあ、それぞれの土地が適用要件を満たしているのか、まあ、その土地の路線化、面積を検討して、まあ、具体的に計算してみることが必要かなというふうに思ってますね。でまとめで言うとですね例えば次回1億円の土地 で、次回1億円の建物があったとしますよね。それを不動産に変えることによって、土地についてはその8掛け8000万円になって。で、建物については1億円の半分5000万円になって。で、土地については8000万円の大体8掛けになって。で、建物については 70%7 掛けになって。 でさらに土地に小規模宅地の評価200平米フルで使えたとした場合には6400万円の評価が半分になってというような形になるわけです2億円1億3000万9900万円6700万円というふうにまあ結構普通にそれぐらい減っちゃったりするわけなんですよね まあなので不動産を使うとこれぐらい相続税の評価の圧縮ができるっていうのはそんな珍しくなくてこれぐらいはよくある話だというふうに思っていただければと思いますじゃあ,まあ,あの相続税評価圧縮できるっていうのは分かったんだけどもでもどれぐらいの規模のものを買えばいいんでしょうかっていうようなお話、まあ、そこら辺銀行に聞いてみたりすると「まあ、担保のある限りお貸しできます」って まあ実,際まあ、実際に聞いたお話なんですけどもね、あの資産10億円、10億円分の相続税評価の土地を持っているお客さんについて、えー、銀行さんに聞いたどれぐらい融資してもらえますかね、まあ、?30 億円分ぐらい融資できますよ。まあ実際にはそんなにしないですけど。でもってそれに乗って目一杯買っちゃったりするとですね、 30億円分の不動産を買うと相続税評価は10億円15億は最低下がるでしょうね。そうすると相続税は払わなくて済むようになるんですけれども今度不動産の運営がしきれなくなってというのがあまりにも大きすぎる借金のやつで買うとですね所得税が厳しくなるというのがあるんですよ。 ちょっと今日はご説明しないんですけどもまた別の機会があったらご説明しようと思います。で、それで所得税が支払えなくなって土地を売却することになったというような話になったりするわけですね。それじゃあまあ何やってるのかわかんないということになるわけです。だからまあ銀行が貸してくれるからといって目いっぱい借りるのは危険だよと。これはまあ,あの相続税対策に限らず自宅の購入とかもそうですよね。 あの銀行が貸してくれるからといってそれまでは借りても安全というわけじゃないのでそこら辺はご自身でよく検討する必要があると思います。でどのぐらい相続税対策をしなければいけないっていうのかっていうのは、まあ、それぞれですよね。なのでどれぐらい圧縮しないといけない,とい,うの,い,けないのかっていうのはあのよく計算してから相続税対策を始めましょうというようなお話です。